ごまかせない瞬間、未来は叶うかな、届くかな。この番組は大阪芸術大学グループがお送りします。どうも、大阪芸術大学放送学科4年生の梶匠です。橘花尾です。大阪芸術大学グループのさまざまなイベント情報、学生や卒業生の活躍の様子をお届けする大阪芸大テレビ、今回もアート情報満載でお送りします。さあ、夏休みも明けて、先週から大阪芸大では授業が再開しました。いや、なんだか日常が戻ってきたなって感じがしますね。はい、立花さんはどんな夏を過ごされたんですか？私は熊本に行ってきました。10年ぶりにおばあちゃんに会って、こうゆっくりお話しすることができてすごく嬉しかったです。いいですね。梶さんはどういう風に過ごしましたか？いや、もう僕はとにかく就職活動に没頭する夏でした。頑張ってたんですね。そうなんです。まあ、大学生活最後の夏、お互いいい夏が過ごせましたね。はい。いや、でももう大学に通う日々もあとわずかと思うとちょっと寂しい気もしますね。それは本当にそうですね。はい。あ、大学に通うつながりで、立花さん、大阪芸大の最寄り駅といえば岸駅。そうです。岸駅は近畿日本鉄道近鉄の駅ですよね。現在、近鉄吉野線や南大阪線を中心にこんなラッピング列車が運行しているのをご存知ですか？万葉集ゆかりの地、奈良県飛鳥村と飛鳥地域のさらなる活性化を図る PR の一環として、近鉄で飛鳥万葉トレインが運行中です。実はこの列車、大阪芸術大学キャラクター造形学科長である漫画家の里中真知子先生のイラストが車両デザインに使用されています。里中先生の代表作の一つ、天上の虹は万葉集にも登場する持統天皇を主人公とした物語。その縁もあり、今回の飛鳥万葉トレインに携わられました。運行開始日には近鉄大阪阿部野橋駅で出発式が執り行われ、古代衣装に身を包んだ里中先生が車両にサインを添えられました。近鉄吉野線や南大阪線を中心に列車が走っているそうなので、もしかしたら大阪芸大に通学するときに乗ることができるかもしれませんね。うん、通学の時に運よく乗れたらラッキーですね。そうですね。飛鳥村周辺は新元号の令和という言葉の元になった万葉集ゆかりの地域でもありますし、私たちが通う大阪芸大の周辺地域もその昔、地活飛鳥と呼ばれていて、実は歴史深い土地でもあります。大学在学中に散策してみるのもきっと面白いと思いますよ。そうですね。はい。さあ、続いての話題をお伝えします。スマートフォンを中心としたゲームで使用される背景美術に焦点を当てた展示会が大阪芸術大学で行われました。その様子をご紹介します。7月14日から19日の6日間、大阪芸術大学芸術情報センター1階の展示ホールでサイゲームス背景美術展が開催されました。サイゲームスはスマートフォン向けゲームなどを中心に多彩なエンターテインメントコンテンツを生み出しているゲームメーカー。そんなサイゲームスのゲーム内で描かれる色彩豊かで情景あふれる背景アート、およそ150点が一堂に展示されました。ゲームの背景アートは作品の世界観を表現する上で欠かせない要素。普段注目することの少ない背景美術を細部まで鑑賞できる貴重な機会となりました。また会場内ではポートフォリオ相談会も開催。サイゲームスの現役クリエイターと直接対談できるチャンスに、ゲーム業界を目指す学生が自分の作品を持ち込み、熱心にアドバイスを受けていました。美術展には大阪芸大の学生のほか、学外からも多くの来場者があり、背景アートに対する関心の高さを伺わせました。今日は東京から来ました。なんか普段は画面でしか見えないところばっかりなんですけど、近くで見たり遠くで見たりとかできて、なかなか見れない部分がちゃんと見れたので良かったです。その画面だと小さくて見えないような画面の隅っこの書き込み、メインも書き込むけど、それ以外の部分が主役を目立つようなぐらいの書き込みを学べたかなと思います。相談会でも言われたんですけど、影
をしっかり入れておくっていうことと、距離感を表現するために遠くの方を抑え気味にするけど何が書いてあるか分かるようにっていうところとか、ちょっと技術面とかアドバイスをいただきました。来た甲斐があります。ユーザーの心に残る物語をビジュアル面から支える背景美術。背景というアートを通して見てみることで新たな視点を感じさせる展示会でした。さて続いては大阪芸術大学体験入学の模様をお送りします。この番組でもたびたびご紹介していますが、体験入学では高校生が一日芸大生になって実際に大阪芸大で行われている授業に参加することができるんです。現在10月6日日曜日の開催に向けて大阪芸大のホームページで参加者を募集しています。さあ体験入学でどんな授業が行われているのか、その様子を少し覗いてみましょう。大阪芸術大学はアートのあらゆる可能性を追求する総合芸術大学です。美術や音楽、映像など15の学科が揃い、多彩なジャンルの芸術を学ぶことができます。そんな個性が混ざり合うキャンパスには発想やひらめきが生まれる仕組みがいっぱい。大阪芸術大学体験入学はそんな大阪芸大の学びを思いっきり体感できるイベントです。体験入学は事前に興味のある授業を申し込み、自分だけの時間割を組めるのも大きな魅力。本格的な施設を使った実習や各分野で活躍する教授陣の講座などバラエティ豊かな授業が用意され、リアルな大阪芸大を感じることができます。まずは最新のカリキュラムを体験できる注目の授業をご紹介。大阪芸大の学びの特徴といえば、現場で求められる知識と技術を実践的に学べること。授業内容は時代に合わせ常に進化を続けています。そんな大阪芸大の写真学科で今年度スタートしたのがアドバタイジングフォトの授業。世界を舞台に活躍するアドバタイジングフォトのスペシャリスト本田真一先生の授業が体験入学でも開講されました。あなたは今、キノコの林にいます。ゲームの中のほらヒロインになってる気持ちで笑顔を入れて。授業では該当する色を透明にし、別の画像や映像を合成するクロマキーと呼ばれる技術を用いてリアルタイム合成の体験が行われました。撮影から編集までこなす先生からはこんなアドバイスも。みんなフォトショップを先にアプリケーションを学ぼうとする人が多いんで、ね、そうすると泥沼に入っちゃうわけ。あれもできる、これもできる、これも覚えなきゃいけない。これね、結果と過程がねちょっと間違ってる。どんな写真をどうしたいか、どう合成したいか、どんな絵を描きたいかっていうのがまずそこにあって、そのためにフォトショップのどの機能を使うかって考えた方がいい。でそれを何回も増やしてると、あ、これはいつも使う、これはめったに使わないって分かるから。幅広い知識が求められるアドバタイジングフォトの世界。アートとビジネス両方の視点を養う授業は刺激的ですよ。体験入学ではこの他にも写真学科の多彩な授業を受講できます。ドローンのデモフライトを体験できるドローン撮影演習や 8K や VR など最新の映像技術を学ぶことができる特殊映像論と、時代のニーズに応える授業は大阪芸大ならでは。芸大の今を感じられる最新のカリキュラムをぜひ体験してみてくださいね。ものづくりだけじゃない、とっておきの瞬間を作る授業を体験。不思議なオブジェが設置された教室で行われているのはイベントプロデュース演習。企画から運営までイベントをプロデュースする上で必要な項目を学べる芸術計画学科の授業です。授業ではイベント運営のノウハウはもちろん、音響や照明についても実演を交えて解説されました。ディレクターになって技術の会社のスタッフと打ち合わせをするときに最低限のこと
ことは知ってない。知った上でそういう人たちと打ち合わせをする。自分がやりたいことを具体的に技術のスタッフに言ったら、より彼らは専門的だから自分が思っていることを通り越して具体化をしてくれる。それのディスカッションがないといいイベントは作れない。どんなイベントでも。プロデュース力を磨く芸術計画学科では、授業だけではなく現場へスタッフとして参加することで実践的なスキルを身につけます。さまざまなセクションの人と協力し、多くの人と感動を共有することを目指すだけに、先生の言葉にも力が入ります。君らが一番やらないといけないのは、物事にとらわれずに、こうやったらもっと面白いことができる、これとこれを組み合わせたらもっと便利になるっていうことを自由に考える能力、それを大学に入ったらぜひ磨いていってほしい。でそれこそが次の時代を切り開くための大事な能力。プロデューサーを目指す方必見。芸術計画学科注目の授業で発想力を鍛えながら実践力も身につけましょう。素材と向き合い、まっすぐものづくり、生き生きとした制作現場へ。金属工芸、陶芸、ガラス工芸、テキスタイル染色と4つのコースで構成される工芸学科。体験入学でもコースごとの特色に触れる授業が行われます。こちらガラス工芸実習では、日本有数の設備を備えた工房でコップ作りに挑戦できます。あ、いいね。もうちょっと頑張って。先生や学科のスタッフがしっかりサポートしてくれるので、初挑戦の方も安心です。ゆっくり回しながら止めちゃうとガラスがふにゃーってなるから、そこの先っちょでこのへこんでるようなところをこう出してやろうとすると、意外とまっすぐになります。またこちらの授業は2コマ続きになっているので、時間をかけてじっくり制作に取り組めるのも魅力。授業を思いっきり体験したいという方にはおすすめです。完成した作品は後日家に郵送することもできますよ。伝統的な技法を学び、現代に生かす想像力を膨らませてものづくりに取り組む工芸学科。仲間や先生と一緒に豊かな感性を育みましょう。一日芸大生になれる大阪芸大の体験入学は、挑戦したい気持ちを実現できる一日。15の学科が結びつくエネルギッシュなキャンパスで、なりたい自分の姿を追い求めてみませんか。皆さんのご参加をお待ちしております。今回も大阪芸術大学グループからアート情報をお届けしてきましたが、いかがでしたか。ラッピング列車に背景美術、それから体験入学と、もう盛りだくさんでしたね。そうですね。実は夏休み中に行われた大阪芸大のイベントの話題がまだたくさんあるんです。それはまた来週お伝えしたいと思います。それではまたお会いしましょう。さようなら。この番組は大阪芸術大学グループがお送りしました。